お、絶対ここでしょう。北川さん。おお、めっちゃ五条くんの部屋って感じ。これ人形のやつ？こんな細い筆で描くんだ。すっごー。まずい。心臓の音がすごくて何も聞こえない。ダメだ、どうしたらいいのか全然わからない。五条くんってば。あ、はい。早速しよっか。な、よ、採寸に決まってんじゃん。どなたか他の方にしていただくことはできませんか？え、なんで？その、昨日お借りした本に採寸の際は下着でと書いてありまして。なんだそれね。北川さん、じゃーん、水着着てきたし。五条くん絶対困ると思ってさ。どうよ、これなら余裕でしょ。え、五条くん、ちょっとどうしたの、大丈夫？皆さん笑わないでください。どういうこと？落ち着け、集中しろ。ちらっ、ちょ、大丈夫？肩幅を測りたいので後ろを向いてもらえますか？ダメだ、正面は取り乱してしまう。一旦後ろ、後ろなら、後ろは後ろで。え、ちょ、なになになに、何の音？なんでもありません、気にしないでください。無理無理、気になるわ。そうだ、五条くん、足のサイズも測ってくんないかな。椅子を持ってきます、少し待っててください。え、これでいいじゃん、高さもちょうどよくない？よくないです。なんで？汚いんで。全然余裕なんだけど。本当に勘弁してください。平気だって。北川さんが汚れてしまうのでやめてください。すぐ椅子持ってくるので。ギワーバスト。あの、もしかして俺が測るんですか？当たり前じゃん、割と難易度高いんだって。だから五条くんがしてよ。無理です。え？あ、すいません。すぐ測りますか？いや。じゃあさ、このままついでに、アンダーとバストポイント間測っちゃわない？北川さんの乳首の位置、わかるわけ。え？五条くん。どこだ？冗談、冗談だから。